コルドバの科学アカデミーのメンバーの写真、ヒエロニムスは後列、左端の人物ゲオルクヒエロニウムスは、シレジア生まれで、アルゼンチンで働いた植物学者である。アルゼンチンでは、ホルヘイエロニムスとして知られる。シレジアのノイマークトに生まれた。1868年から、チューリッヒやベルンで医学を学ぶが、植物学に転じ、ベルリン大学、ハレ大学で学び、 1872年に、ハレ大学で UFO ルビアなどの研究で博士号を得た。アルゼンチンに渡って、コルドバ大学の植物学の教授を務めるパウル・ギュンター・ローレンツから助手になることを求められ、1872年9月に、コルドバに渡った。ローレンツと共に、カタマルカ・トゥクマン州、サルタ州を踏破し、ボリビアへ至る植物調査旅行を行い、16ヶ月に及ぶ、 調査の成果は1974年にアブザーバスヨーネスソブレラベジティジアンデラプロビンシアでトゥーカマンとして発表された。ローレンツと共に収集した植物はゲッティンゲン大学のアウグスト・グリーゼワフハの下に送られ、分類、研究され、シンバリーアド・フローレム・アーゲンティーノムのタイトルで発表された。アルゼンチンの植物について記載し、ローレンツがコルドバ大学を辞めた後、 植物学の教授の座を引き継いだ。学生のために植物雑誌、レイビースタデルシステマ、ナチュラルデロース・ベイヒターリズを創刊し、プラントルの植物学の教科書クロソデベターナカを翻訳した。1883年にアルゼンチンを離れ、ドイツに戻り、ブレスラウに住んだ。ブレスラウで、インカ植物や、藻類の研究を行い、アドルフ・エングラーと、 フラントルが編集した分類学の大著、大ネイチャー・リカン・プ・フロンゼン・ファミリアンのいくつかの章を執筆した。1892年にエングラーが館長を務めるベルリン植物博物館の学芸員も務めた。ベルリンで没した。ヒエロンは植物の学名で命名者を示す場合に、ゲオルク・ヒエロニュムスを示すのに使われる。ありがとうございます。